はい。本日は、リラーズショートストーリーで、山ひろみさんにインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、最初に、自己紹介をお願いします。HSP さん専門で、右脳メンタルコーチをしております、山ひろみと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まあ、それでは一つ目の、質問ですが、ひろみさんの今現在の夢ビジョンについてお願いします。ビジョンはですね、自分自身も相手も愛せる人を増やして、個人の居場所とかね、幸せを感じられるっていう社会づくりっていうのをビジョンとして活動してます。で、夢なんですけど、もう大好きな人たちのね、笑顔に囲まれて、笑ってね、ありがとうって言われながら、死ぬこと が夢です。素敵な夢笑って死にたいです。笑って死にたもう人生悔いなしみたいな感じで。い。うん。そのビジョンでおっしゃった、その自分も相手も幸せな社会づくり。はい。それは、例えばどういう社会なんですか？ですね、まず、ね、人を愛すには自分を愛せないと、自分を満たさないと相手って愛せないって思ってましてね。はい。で、自分を愛せるイコール人を愛するっていうところにつながってくるので、まあ、そういった社会って相手を自然に思いやれたりとか、愛のこう、まあ、精神というかね、ちょっと固くなっちゃうんですけど、なんかそういうふうにね、相手と相手、ね、そういう関係でいられることで、幸せなね、社会になるんじゃないかって思ってるんですよね。はい。っていうところで、かね。はい。まあ、そうはいい。う人たちが溢れた社会は、どんな、まあ、例えば、どんな日本になっていきそうとかありますか？そうですね。もう、私、笑うことが好きなんですよ。なので、みんな、こう、幸せ、自分を愛す、自分が大好きっていうね、心持ちでいると、多分楽しいと思うんですよね。楽しいので、もうなんかこう、ほんわかしたというか、もう、こう笑顔の世界みたいなね。あなたも笑って、私も笑って、なんか楽しいみたいな社会になったら楽しいな、楽しくないですか？幸せっていう人たちの集まり。そういう社会を作りたいということです。そうですね。人のためにとかね、誰かのために何かをするって、結構自分を犠牲にしてたりする部分もあると思うんで、そうではなくて、本当に自分も愛していて、相手のことも本気でね、愛しているっていう状態だと、こう人に尽くしてしんどい思いもしなくていいでしょうし、自分自身がやりたくてやってるっていう世界になるので、すごく平和で、いい世界になるんじゃないかと思ってます。確かに、そんな気がします。うん。はい、ありがとうございます。で、2つ目の質問は、先ほどおっしゃった夢ビジョンを具現化するにあたって、これからの目標や計画についてお願いします。はい。ですね。まあ、今、現在もやってるんですけれども、まあ、HSP さんがね、集まる、HSP さんって繊細さんとかね、感受性豊かな人って言われてる方、気質なんですけれども、そういう方々がね、集まる交流会とか、お茶会、イベントっていうのをね、開催してます。で、まあ、自分の愛し方について、まあね、私のカウンセリングとかね、コーチングを通じてね、メンタルトレーニングとかね、
もうカウンセラーとかね、コーチっていう方々を育成してるんですけれども、そういう方々をね、もう増やしていって、自分のことを愛せる人を増やして、自分のことを愛せるようになった人がカウンセラーコーチっていうものね、そういう仕事に携わって、もっと自分を愛せる人を増やす、私だけじゃなくてそれをできる人を増やしたいっていう思いで、そうですね、計画してますね。そういう人たちを増やして、そういう人たちがこう活躍できる場所を提供して、でそこに HSP さんが集まってっていう、そして自分を愛する人を増やしてっていう、その循環を起こしたいと思ってまして、はい、はい、そういった意味でそういう活動をしていますね。交流会やそのイベントをか、なんかを通じて、そういう人たちと触れ合う接点を作って、そこからちょっとずつちょっとずつこう波及していって、幸せな人が増えていったらいいなっていう、ですね。なるほど、はい。そういった交流会とかを通して、これからカウンセラーとかコーチになる人を、はい、増やしていくみたいな。そうですね、はい。HSP さんの気質って HSP さんにしかわからないと思うんですよ、うん、気持ちというかね。そういった方が HSP さんによってカウンセリングとかコーチングを受けるっていうことでね、はい、気持ちもこう分かってもらえてるっていう中で、ね、自分の愛し方っていう部分をね、教わりながらというか、ね、解放していくっていう、そういうのをこう広げていきたいなと思ってますね。うん、はい。まあ、最近その HSP という言葉自体もだんだん浸透してきつつあるんですか？はい、あ、そうですね。ちょっと説明させていただきますと、HSP っていう、そのハイリーセンシティブパーソンっていうね、HSP っていう頭文字を取ってるんですね。はい。で、まあ、生まれつき、もう環境とかね、性格とか、そういった後天的なものじゃなくって、もう先天的なね、気質、もう生まれて持った性質っていうことが分かってるんです。で、統計的に人口の 15% から 20%、 5人に1人っていうね、そんな稀ではないんですけれども、うん、まあね、裏を返したら10人いたら8人の人が自分の、ね、性質と違うので、うん、共感を得ることが難しいんですよ、うん、っていうところから、まあ、そうでない人たちとね、その差に自己嫌悪を感じたりとかね、はい、うん、その人たちに合わせようとしてね、生きづらさっていうのをね、感じたりする性質でもあるっていうことなんですね、うん、はい。でその中で、その HSP さん、5分の1の HSP さんの 30%、 全人口の 6% って言われるのが、はい、HSS 型の HSP って言われてまして、はい、はい、それが私なんですね、うん、私自身が HSS 型 HSP なんですね。で、はい、この HSS 型 HSP っていうのは別名で刺激追求型 HSP っていうふうに言われてまして、はい、そういうことなんです。そうなんですよ。で、まあ、傷つきやすいっていう面を持ちながらも行動力があるんですね。なので周りに理解してもらう、してもらいづらいっていう、っていうのが特徴なんですね。で私自身が HSP なので、そういった方々を助けたいっていうところから今の仕事を始めているので、はい、うん、はい、っていうところで、その HSP ってそういうのきちっと持った人たちっていうことなんですね、うん、はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、後天的じゃなくて、後天的じゃなくて先天的なんですね。そうですね。もう生まれ持った、もう男性、女性みたいな感じで、うん、もう
変えられないというかね、もう持って生まれてるんですよ。背が高い低いとかね、うん、背が高いのに低くなったりとかって難しいじゃないですか。難しそう。なので、もう持って生まれてきたもの、うん、質なんですよ。なのでその、こう変えるとかそういうことではなくって、その気質を生かしながら自分自身で理解しながら、うんうん、自分を愛していくっていう、そんな感じですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次の質問は、その目標計画を具現化するにあたって、日々の、まあ、行動における指針だったり、基本的な活動についてお願いします。そうですね、先ほども申し上げたんですけど、まあ、HSP さんの交流会とかね、イベント、お茶会とか、この間バーベキュー大会っていうのをやったりとかね、USJ に行こうとか、神社巡りに行きましょうとか、そういったところで、はい、交流会にいらっしゃった方々の中で、またこう仲良くなっていくっていう、イベントを開催してます。で、まあ、その中から、そうですよね、スナック山ちゃんっていうのもやってまして、スナック山ちゃん、私、山ひろみなんで、山ちゃんなんですけど、はい、まあ、1回目はね、本当のお店を借りて、みんなでワイワイしたりとか、ルームをね、レンタルルームを借りてね、そこで、あったりとか、まあ、そういった中でね、なんだろう、こう一人一人が自己開示というかね、自分を出せる場所、居場所っていうのをつけてほしいなということで、そういったものを、はい、活動としてやってたりもしますね。なるほど。じゃあそういう交流会で大事にされてるのは、はい、そういう一人一人がなんか自己開示できるような場を作るっていうところですか。そうですね。なんかここに私の場所があるとか、あ、居場所見つけたでもいいんですけど、もうね、結構ね、孤立しちゃってる方もいらっしゃってて、はい、まあ、そういう方ってやっぱり居場所を求めておられるんですよ。はい、でも非 HSP さんのね、そういった会に行くと気を使ってしまったりとか、はい、逆に疲れちゃうっていう方が多いんですね。うん、ですので同じ気質を持った人が集まると、もう分かり合えるというかね、分かる分かるみたいな感じで分かり合えるので、うん、まあ、そういった場って必要なんじゃないかなって、はい、なかなかね、自分で作れないので、そういった場を提供していけたらいいなっていうふうに思ってますね。なるほど。はい、そこからね、自分のことを大事にしたりとか、こういう気質でも、なんていうかな、大丈夫というか、持って生まれたものなのでね、全然悪いことではなくって、すごく、はい、繊細もすごく気がついて、優しい人が多いんですよ。うん、意外と活動的な人も多いし、人の気持ちがね、こう、理解しようとするので、話を聞くんですよ、まず人の話を。はいはい、そういう方ってね、貴重だと思ってて、うん、優しいし、心優しいし、あと、そのね、ちょっとネガティブに傾いちゃうところを、こう自分を責めちゃうところを、自分を愛するっていうところに解釈を変えていくっていうところで、うん、まあ、何か気づいてもらえたらなっていうかね、うん、っていう感じですね。なるほど。はい、ありがとうございます。では4つ目の質問は、まあ、最初におっしゃったその夢ビジョンを目指すきっかけですね。まあ、きっかけ、どういうきっかけでその夢を目指すようになって、そこになんかどういう気づきとか発見があったから夢につながりましたか。はいはい、そうですね。まあ、私自身が HSS 型の HSP で、人生にすごく生きにくいって感じてたことっていうのが一つと、はい、自分のことをね、責めて責めて、愛することができなかったっていうこと。うん、で、そのせいで、うつになりかけたこと。はい、うん、そういうことがきっかけでね、
自分を変えたいって本気で思ったんですよ。で、そこからも NLP、ね、カウンセリングとかね、セラピーとかコーチングっていうことを学んで、自分と、ね、向き合ったことで、自分を愛するっていうことの大切さとか、本当にやりたかったことを、生きがいを発見することができたんですよね。はい、で、まあ、そのコーチングとかカウンセリングとかね、やることによってね、もう何より自分の居場所がここにあるっていうね、それをね、感じられたことがね、一番喜びだったっていうか、もうこれはもう私の居場所はここだっていうね、コーチング、カウンセリングっていうのをやるっていうことをやってる自分っていうのが、こう、私の居場所みたいな。というかね、相手に対して喜ね、気づきを与えてとか、明るく、ね、相手が明るくなっていく、すごくそうやってる自分に対しても喜びを感じますし、私にしかできないに違うかって思うようなね、そういった喜びもありますし、ここがもう居場所っていうね、私がそれをやること自体がもうここに私がいるみたいな、そんな感じ、そういう喜びっていうのが一番のあれですね、気づきというか、っていうことですよね。転職に出会ったみたいな感じですか？転職だと思いますね。それまでは感じ、それ感じじゃなかったけど、やってみて、本当にそこが居場所だって感じたってことですか？ですね、昔からいろんな方に相談されたりとか、されてたんですよ。相談を受ける側ね。はい、私に相談をして、別にカウンセリングとかコーチングとか何も学んでないんですけど、その頃はね、昔から友達とかに相談されるんですよ。はい、で、友達が喜んで帰っていくんですよ。で、それを見て私、すごい嬉しかったんですよ。っていうことがあったなっていうのを、今ね、この仕事を始めた時に振り返ると、あ、なんかそういうことに、喜びとかを感じてたなっていうのはあったんですよ。はいはい。でもそれがなんか私の天職だとかそういうことはそこでは思ってなかったんですけれど、はい、本当にし始めてなんかこう喜んでもらえたりとかね、すごいですねとか、本当に続きありがとうございますとかそういうのを受けながら、あ、やっぱり私これ自分の天職だわっていうのに気づいたというか、っていうところでですかね、喜びを感じたっていうのは。はい。はい。ありがとうございます。先ほどおっしゃった、なんか生きにくさっていうのは、例えばどういうところで感じられた？生きづらさですか？生きづらさっていうのは、やっぱね、繊細なので、相手のことをこうまず考えるんですよ。はい。相手のことを考えて話をするんです。で、今考えると相手の気持ちなんて、本当わからないんですよね。コントロールできないことなのにもかかわらず、相手の顔色を見ながら、例えばね、私結婚当初は、バツイチなんですけどね、結婚当初は、掃除とかね、ここを掃除しとかないと何か言われるんじゃないかとか、完璧にしとかないといけないんじゃないかとか、ここをこう掃除しとけば何も言われなくて済むだろうとか、相手の気持ちというかね、相手がどういうふうに感じるだろうかっていうのを、読みながら、そうならないようにするみたいなことを一生懸命やるんだけど、なんか、相手はそこまで気にしてないので、ちょっとしたことで、あ、なんかここゴム落ちてんでとか言われたことに対して、もうちゃんとやってたのに、こんなこと言われたみたいな感じで、言われたことにすごく気になったりとか、もう敏感にいろんなことを考えてやりすぎて、相手はそこまで感じてないのに、勝手にね、先読みをしてやったことで、勝手に傷つくみたいな。っていうところも、なんかこう自分自身に生きづらいなって感じてたし、
で、結構ね、HSP さんってね、前向きで向上心があってね、いい人が多いんですよ。はい。なので、もう会社員の頃はね、周りの人が悪口を言ってたりとか、不満とか言う、ね、上司の悪口とか言うわけですよ。はい。で、それを聞いて、ああ、なんか、もうしんどいな、みたいな。そんなこと言ってるんだったら、どうすればいいかっていうのを考えればいいのにな、とか思いながら、なぜ前向きな人が多いですね。で、私もそうだったので、あ、なんかこう、不満とか愚痴とか、そういうのって言いたいんだ。でもそれを前向きに、あ、じゃあこうしたらいいんじゃないとか、あ、私やったらこうするけどとか言っても、なんかそれはちょっとね、いいわみたいな感じになるとか、そこはでもちょっと細かすぎるんちゃうとか、別にそこまでのことを言ってるんじゃないねんとかね、ただ起こった出来事に対して腹が立ったり不満を言ってるわけなんですよ。でも私はその奥の、多分上司はこういう気持ちでやってるから、こうしたら喜ぶんじゃないかとか、もっとはっきりね、伝えたら良くなるんじゃないかっていうのが分かるんですよ。で、そこを話すると、いや、もうそんなん気遣うの嫌やわとか言われて、もうなんかちょっと私のこれってね、考えすぎなんかなとか、そういった意味でね、まあ、なんか他の人と意見が合わないことがたくさんあって、なんか生きづらいなっていうふうな形でね、思ってたりしてました。考え方が違う。一人二人ではなくて、もうほぼ違うんですよ。ほぼ違う。たまに、ああ、なんか意見合うなっていう人がいる。それはね、6%とか20%の世界なんで、なかなか出会わないですよね。そういうの知らなかったんで、もうすごいしんどかったんですよ。自分なを責めそうなりて、そうです。もう共感も得られないし、細かすぎ、考えすぎとか言われて、言われてっていうふうに感じてた頃があったんですね。なんか今の話聞くと、まあ、多分その自身でその HSP って表現しなくても、まあ、そういう方、私の周りにもいますね。そうですね。気づいてらっしゃらない方もいらっしゃると思いますし、どんな方ですか？やっぱりその繊細だなって思うところがある人は確かにいるなと思う。そうですよね。なんかこう、いろいろ気を使ってね、飲み物とかね、あ、飲み物ないですねとか、あ、なんか楽しそうじゃない、なかった、なさそうな人がいたら盛り上げたりとか、ただね、好きでやってるんで、好きでやってるんでね、そんなに気遣わなくていいよとか、もういいよいいよ、置いといてとかではなくって、ありがとうでいいんですよ。ありがとうでいいのに、もうそんなに気遣わないでいいって、そこまで考えなくていいってって、なんかある意味、否定されたように取っちゃうっていうね。やってることは悪いことではないのに、どうしていいって言われるのみたいな。ありがとうでいいじゃんみたいなね。もうありますけどね。今となって分かってくることなんですけどね。その頃は、なんか私って気を使いすぎなんだなとか思ってましたけど、今はね、別に、あ、気がつくんで、もうないねとか、ありがとうとか何も別にいらないんで、やりたいからやってるっていう、風にやりだすと全然気にならないし、あ、私は私やしみたいな、はい、気を使いますよっていうところにあるんで、平気なんですけど、そこのところでね、悩んじゃう人がいるんですよ。なので、ネガティブっていう風に取られるんですけど、そうではなくて、気がつきすぎて優しくて、ちょっと他の人と考え方が違うだけなんですよね。その HSP の人に対して、そういう人がいるっていうことの理解が、その周りの人が難しいっていうこと。
周りの人も難しいと思いますし、まあ、理解され、非 HSP さんと HSP さんがいるとしてね、非 HSP さんのことを HSP さんが理解できないのであれば、HSP さんのことを非 HSP さんが理解できるかって言ったら難しいと思うんですね、逆に。うんうん、自分もできないやんっていうことじゃないですか。うんうん、なので、誰かに理解されたいとかではなくって、じゃあどう行きたいのって、どうしたいのっていう、こう自分に聞く癖っていうかね、そういうのをつけていったらいいんじゃないかって思うんですよ。理解が足りないとか、周りに理解されようとか、HSP さんってこんな人だから理解してねっていうことを言いたいのではなくって、私はですよ、言いたいのではなくって、HSP さんに対してもっと、じゃあ自分はどうしたらいいのって、どうしたいのって、じゃあそれを決めてやっていきましょうっていうことを伝えたいんですよ。そのためには自分を愛すことが大事っていうことなんですね。うん、自分がすごいんだよとか、もっと自分を褒めて自分を愛して、そうすることで、ね、周りの人も愛せるようになるっていうことは、うん、気にならなくなるんですよ、結局。うん、なるほど、そういう人を増やしたいんです。なので、HSP 専門っていうことでさせてもらってるんです。うん、はい、その気にしなくなることで、周りの人との関係性もより自然になっていくて、うん。そうですね。捉え方だと思ってるんで。うん、うんうん、はい、ありがとうございます。じゃあ今までの質問とちょっと重なるかもしれないですけど、はい、まあ、さっきおっしゃったそのご自身がその生きにくさを感じたりしたことで、はい、その NLP とかコーチングとかカウンセリングとかを始められたっていうことですけど、はい、まあ、その、まあ、そういう生きにくさを感じても、そのそれをまあ仕事にするとか、そういう発想がない人もいると思うんですけど、そうなったのは、まあ、先ほどおっしゃったその HSS 型の HSP っていうのが背景としてあるんですか？それともそれ以外にも何かありますか？HSS 型 HSP っていうことにね、気がついたのは、実は今年の2月なんですよ。もうで、今まで自分の気質がそうだったんだっていうことが分かったので、あ、だから生きにくかったんだっていうことが分かったんですけれど、はい、はい、そのね、うつになったりとか、なりかけたりとか、そういったことが、まあ、背景にあるんですけれども、そういったことがあって、私のこう心っていうかね、内側でね、自分らしくいたいっていうのが常にあったんですよ。自分を表現したい、自分らしくいたいっていうね、そういう気持ちがずっと心の中にあって、ね、そういう気持ちを持ちながら、はい、なんかちょっと周りの環境が違うというかね、なんか自分がどんどん落ちていく中で、ちょっと人間関係でね、上司とのトラブルで鬱になりかけたんですけど、そういったところもあって、うん、自分を変えたいっていう、そういう思いとかもありました。うん、うん、もう本当にやりたいことって何なんっていう、こう自分の中でふつふつと何かあったんですよね、うん、そういうものが NLP とかね、コーチングカウンセリングをこうヒーリングとかね、そういうのも学んだんですけど、うん、それをやっていくことでちょっとずつ自分の中で分かってきたっていう感じですね、うん、分かったことで、あ、これ私がやりたかったことやっていうところにつながって、仕事にしようっていうところでつながってるっていう感じですかね。うん。なるほど。具体的には、はい、そんな感じです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。まあ、インタビューは以上で終了したいと思います。はい。ありがとうございます。はい。本日は貴重な機会いただきありがとうございました。こちらこそありがとうございました。